毎度秋吉です。今日はですね、埼玉県鴻巣市まで来て、こちらのお店吉田のうどん憩いさんに来てみました。こちら埼玉県で唯一、山梨県富士吉田市の郷土料理である吉田のうどんが食べられるということで来てみました。早速行ってみたいと思います。レッツゴー。魂で作るうどん、うどんは生きている。鴻巣市にある本格的な山梨県富士吉田市の郷土料理、吉田のうどんが食べられるお店憩いさんに来てみました。こちらの麺、お店オリジナルの国産小麦粉使用とのことで、とっても楽しみです。レビューで人気のあった肉冷やしうどんを大盛りで頼んでみました。お店おすすめのにっこり卵もトッピングしてみました。うどんを食べて幸せな気持ちになってほしいというオーナーさんの願いからにっこりなんですかね。これで800円は激安です。到着しました。こちらが肉冷やしうどんです。麺は角張った極太麺。こういった麺大好きなのでとても楽しみです。おっと、我慢できなくて手ぶれ全開でした。ごめんなさい。では早速麺からいただきます。顎に問題がなくてよかった。そう思うほど麺が硬いです。噛み応えとんでもないです。小麦のいい香りが噛めば噛むほど広がってきて最高の麺です。続いてお店推しのにっこり卵、ニコちゃんマークキャワイイ。中は完熟です。冷やしのうどんにとても合う。憩いさん、富士吉田市に来た気分ですよ。はい、ということで吉田のうどん憩いさん来てみました。めちゃくちゃうどんのコシが強い。歯ごたえ十分、めちゃくちゃうまかったっす。肉冷やしかけうどん最高でした。鴻巣だったら家族からね、めちゃくちゃ近いんで、またすぐ来たいと思います。他のメニューも気になったんでね、あのマスコット的なあの卵も完熟でとても美味しかったです。はい、ぜひ皆さんも来てみてください。吉田のうどん憩いさん、埼玉県鴻巣市。今週もありがとうございました。来週もご覧ください。 Thank you Thank you。今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。